皆さん、こんにちは。1972年に代表曲「喝采」が一世を風靡し、レコード大賞を受賞するなど活躍した千秋直美さん。素晴らしい活躍の数々からの突然の活動休止で話題になった彼女は現在何をされているのでしょうか。当時の活躍を振り返りながら紹介していこうと思います。千秋直美さんは1947年9月17日に三姉妹の末っ子として生まれます。生まれは神奈川県東京都板橋区で育ちました。幼い頃から歌が好きで、4歳の時から米軍キャンプを回ってジャズを歌っていました。また母親の影響で4歳でタップダンスを習い始め、初舞台はなんと5歳の時だそう。歌とダンスのレッスンに励んでいて、本格的に歌手として活動を始めたのは13歳からで、主に洋楽曲を歌っていました。ジャズ喫茶の衰退とともに、レパートリーを広げるために演歌など日本の流行歌の勉強を始めます。日本コロンビアのオーディションを受けるも結果は保留となり、作曲家鈴木淳さんの下で1年4ヶ月のレッスンを受け、実力をつけていきます。そしてついに1969年21歳で雨に濡れた五条でデビューを果たします。1970年には4つのお願いや X+Y=Love がヒットし、人気歌手の仲間入りを果たし、4つのお願いで第21回 NHK 紅白歌合戦に初出場。以降1977年の第28回までの8回連続出場をしています。この頃はお色気アイドル路線で活躍しており、元祖ドッキリカメラやコント55号の裏番組をぶっ飛ばせなどのバラエティー番組に出演、歌手ながら様々な仕事をこなしました。1972年には代表曲「喝采」で第14回日本レコード大賞を受賞。80万枚を売り上げる大ヒット曲となりました。発売から3ヶ月でのレコード大賞受賞は最短だったそう。当時どれだけ人気だったのかがよくわかります。その後も1973年に夜間飛行、1974年に演舞曲などヒット曲を発表し続ける一方、演歌も歌っており、1975年に「定め川」、1976年に「高場川」、「矢切の私」、1988年には「赤とんぼ」などを歌いました。またさまざまなアーティストからの楽曲提供を受けており、1977年に中島みゆきさんの「龍樹」、友川和樹さんの「夜へ急ぐ人」、1978年に川島英吾さんの「雨雲」、1988年には飛鳥涼さんの「伝わりますか」などを歌っています。中でも「夜へ急ぐ人」は第28回 NHK 紅白歌合戦でも歌われ、紅白の舞台での千秋さんの狂気に満ちたパフォーマンスに司会の山川静夫さんが「なんとも気持ちの悪い歌」と発言したことは今でも語られています。そんな活躍を続けていた千秋さんですが、1978年に俳優の郷英二さんとの結婚を発表。結婚を機にヒット曲を追うのではなく、自分が歌いたい歌にじっくり取り組みたいと、しばらくの充電期間に入り、テレビ出演の数を減らしていきました。同時期に郷さんが夫婦生活の基盤として疲労に準拠した COREDO を開店。お店は業界の人たちでにぎわいます。お二人はとても仲が良く、充電期間中は千秋さんもよくお店を手伝っていたそうです。現役の歌手と俳優が働いている喫茶店があるのは驚きですよね。そして本格的に活動を再開した1980年の春に映画「象物語」のオリジナルサウンドトラック版に主題歌を収録。また女優としてもテレビドラマに出演もしていました。1981年に「ビクター・インビテーション」に移籍、1981年10月にはアルバム「それぞれのテーブル」が発売。その後も流行歌をカバーしたアルバムをほぼ年に1枚のペースで発表をし、1983年に発売の「タイム」には千秋さんが関心を示していたというポルトガル民謡「ファド」を収録しており、1986年にはテレビ番組の企画でポルトガルを訪問し、現地の文化に触れました。この頃には本人の演劇性やコミカルな面を生かし、女優やタレントとしての才能も買われ、テレビでの活躍の場を広げます。1987年から放送の大日本女中劇「タンスにゴン」の CM で話題を呼び、第一作は街角の公衆電話から「いつものところで」と男に怪しい連絡をするというもの。タンスにゴンを手に座卓の前で泣きじゃくったり、
これやりだすと長いのよね。私愛より金が好きなど悪の強いセリフを交えた CM にも出演しました。中でも自転車に乗った三河健一さんにもっと端っこ歩きなさいよと注意される1990年に放送された CM は話題を呼びました。その後も様々なバージョンが作られており、面白い CM シリーズとして知られています。1988年に定地区に移籍、10年ぶりに歌番組に出演するなど精力的に活動を行います。同年に赤とんぼを発表しヒットすると NHK 紅白歌合戦への復帰を果たします。1989年11月には初の舞台作品となるミュージカルレディーデイに出演、ジャズシンガーのビリー・ホリディ役を演じました。また1991年にも舞台ソングデイズで主演を務めました。しかし1992年9月11日夫の郷さんが肺がんで55歳の若さで他界します。郷さんのがんが発覚した時には千秋さんは精神的に不安定になっていたようで、夫が亡くなったら後を追うかもしれないと言っていたそう。病院の窓は開かないようになっていたり、病院側は厳戒態勢をとっていたそうです。そして郷さんが亡くなりダビに着く際には次にしがみつき、私も一緒に焼いてと言いながら号泣します。その後千秋さんは主人の死を冷静に受け止めるにはまだ当分の時間が必要かと思いますとメッセージを残し、郷さんの遺言、もう無理して歌わなくてもいいよという言葉もあり、正式な引退宣言はしていないものの一切の活動を休止します。現在でも復帰を望む声は多いものの、30年が経った今でも公の場には姿を見せておらず、ほぼ引退状態と言われています。千秋さんはマネージャーに郷さんのために歌っていたと語っており、もう歌う理由がないことが復帰しない大きな理由なのかもしれないですね。活動を休止して30年が経ち、全く姿を見せないことからネットなどではなくなったと思っている人も多いですが、現時点で千秋さんは76歳、病気などはなく健康体だそう。結婚後はとても仲が良く、おしどり夫婦として有名だったお二人ですが、子供はいないようです。スナックで働いていると目撃情報がありましたが、どうやらただの噂のようで、郷さんが経営していた喫茶店の手伝いをしていたことから噂が出たようです。現在は郷さんのお墓の近くにマンションを買い、一人でひっそりと生活をしており、郷さんが亡くなって30年が経ちますが、月命日には墓参りを欠かさないといいます。墓参りの様子を目撃した人の話によると、涙を流しながら1時間以上もの間手を合わせていたそうで、郷さんへの愛が感じられる話ですね。現在は一切の活動を行っていないので収入面が気になりますが、今でもたびたび CD が発売されていたり、曲の使用料などの印税や結婚後から所有しているビルの不動産収入があり、収入は年間1500万円ほどになるのではないかと予想されています。これだけの収入があれば生活に困ることはなさそうなので、これも復帰をしない理由の一つかもしれません。とはいえまだ引退宣言はされていないですし、復帰を望む声は多くあります。千秋さんが新たな歌う理由を見つけ、またテレビや舞台でその姿を見せてくれる日が来るといいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。